苦しそう。なんかバキンと刺していった。34度4分です。はい、ゴジラの平熱です。大丈夫です。手術を始めます。剥がします。右手を外します。次に左手も外します。できました。次は足。こんな感じです。メカゴジラっぽいですね。ゴジラゴジラゴジラとメカゴジラ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 とメカゴジラゴクククククク、悲しいことに足が折れてます。ここに、ね、こうやって左足、こっち右足、 この部分がないわけですね。出てきた部品はこの4つです。あ、この足が折れている、これがわからない、ネジはどこのネジでしょうか。結構長いネジなんです。もしかすると尻尾かもわかりません。よっしゃ、よかったですか。はい、急増の、4.5 ボルトボックスを作って、とりあえず電気を流してみることにします。接触がうまくいく。お、生きてます。来てます。ここのわけのわからん、はい、あ、これは固まってますね。これではギアがかまん。なんでこんな硬いんかな。成分に問題がある。カビですね。油にカビが生えて固まってしまった。耳くそを取るみたいな、はい、鼻くそ取るのと同じぐらい面白い。ピッ。